ハッセンドルフはドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク軍に属すマチソンでザムトゲマインデゾットルムを構成するマチソンの一つである。長域の南端はビュンメ川に面している。この町は1299年のブレーメン大司教の文書にハーツェンソープという名で初めて記録されている。八百十三年ナポレオンのロシア遠征での敗北を受けて ナポレオン軍が建設した軍事道路上で8000ドルフの戦いが行われた。8000ドルフの町議界は11議席からなる。町長は1994年からクラウスドライヤーが務めている。銀次に赤い壁状の2本の柱とその間に渡された梁。寮の上には青いオークの実。寮の下には青い羊飼いのスコップ。レンガの柱と寮はかつてこの町にあった。 レンガ工場を表している。また、それが H 型になっていることで、町の頭文字を示している。赤から白の色は、ニーガーザクセンへの貴族を表し、それに青を加えた三色でこの町に、軍事道路を建設したフランスを象徴している。羊飼いのスコップは牧羊を表している。連邦道 B75 号線がこの町を通っている。この道路は、ゾットルムインターチェンジで、 アウトバーン A1 号線に接続する。鉄道へのアクセスもゾットルーム経由である。ありがとうございます。